アラド AR66 アラド AR66 アラド AR66 は1930年代のドイツで製造された単発、複座、複用の基本練習機である。1931年にアラド社の主任設計者バルターレーテルによって設計が始められたが、途中で彼がバイエルン航空機製造に移籍したためにバルターブルーメに引き継がれた。よって本機が レーテルのアラド社での最後の設計となった。最初の試作 KR66A は1932年に初飛行した。1933年に運用開始され、第二次世界大戦まで使用された。1942年末からドイツ空軍は東部戦線において活動する格乱作戦部隊を設立することにし、AR66 は4 5とともに、 ソ連軍への夜間嫌がらせ、攻撃部隊の主要装備となった。機体構造は、胴体と尾翼が、交換溶接骨組に、ハフバリ、主翼は、木製骨組に、ハフバリだった。上下の主翼は共に、同じ幅で、8度の上返り図ので、エルロンがついていた。上、翼のみ、後退翼だった。開放式のタンデムシートには、複操重装置と、 ケーキ飛行装置を備えていた。機体にはオプションでカメラを装備することもできた。2.5メートルの固定ピッチに跳ねプロペラと固定式の試脚とおそりを備えていた。ありがとうございます。